おはようございます。森内でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は4月の27日の木曜日でございます。お題がこちら。 注目決算、急上昇でも危険信号をということで話をさせてください。この裏側のチャート、これはナスダックのチャートなんですけどもね、注目銘柄は急上昇してるんですが、ナスダックがそんなに上がっていない、他の指数はどうかしらというところで、ちょっとアメリカ株危険信号を思ってるかなっていう、そんな感じでございますので、ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず前、さしち目標で 更新をしていきますなるべく耳だけで聞いても分かるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは昨日の振り返りやっていきましょう。日本株ですけども3指数ともに下落をしております。その前の日にアメリカ株銀行株大きく下げて金融不安が再燃してるっていうのがね一番大きいのかなというふうには見ておりますが日経ーキ値下がり銘柄数もちょっと多いですね。もともと過熱感もあったっていうところもあったのかもしれません。 業種別見ますと、建設がトップなんですね。ここでは清水建設8、8%以上上昇してますが、業績はあまり良くないんですけども、一方で大規模な自社株買いを行ってきた、まあ、こういったところが日本株の特徴なのかなというふうに思います。一方、値下がり見ますと、銀行がトップですね。これはやっぱ銀行株、アメリカの銀行株の下落っていうのが大きいのかもしれません。アメリカ株見ていきます。高安、まちまちの展開です。こちらは3時21分。 時点です必ず終わりに、ね、確認していただければと思いますが概ねこの方向性で動いているのかなというふうに思います欧州株高安まちまちですがやっぱ下落の勢いの方が強いかなという感じですよね業種別見てみますと多くの業種で下落しておりまして情報技術やコンピューターのみが高い これ見ていただければわかるんですが、やっぱマイクロソフトが高いということですね。ただかなり赤が目立つ。ボーイングなんかも決算で上昇はしております。こちら、ナスタック100です。やはりマイクロソフトの影響かなり強いです。また、エヌビディア、AMD といった主力の半導体、ちょっと上昇してますかね。一方、決算発表したアルファベット とか決算後下落が続いてますテスラこの辺ちょっと気になるところかなというふうに思っております日経先物マイナスの96円ですでドル円が133円の77銭原油下がってますね3%を超える下落ですビックスはなんとか19台を維持できているという感じでしょうか10年金利は1.37%上がって3.445ラッセルがちょっと怖いですよね0.86%ソックスは反発しているという内容ですそして暗号資産特にビット コイン今日は大きく上昇しておりますそれでは見ていきましょうマイクロソフト決算後急進でも米株に危険信号がということで見ていきたいと思いますこちらがアメリカ株が始まった後の日経新聞なんですけどもマイクロソフトなど高決算に交換した回ということでございますマイクロソフトはねアメリカ時間始まった後は8%ほど上げる場面があったということですこれのちょうど見ていきましょうまたボーイングも買われているということでこれは決して悪くはないとは思うんですけど マイクロソフトの決算ですが利益と売り上げが市場予想を上回るということでございます、まあ、それに加えてですねオープン AI の技術についてもね書いてありますねこの辺はやっぱ期待したいなというふうに思いますよねチャット GPT の会社でございます、Microsoft 7%を超える上昇でこのようになりましたが米国株始まった時間8%上げていてこの時間7%ということでちょっと陰線をつけているところは心配なんですけども直近高値なんかは明確に超えてきましたからここは期待したいところなんですよねただしやっぱり上値が重たい上がってるのはナスタックのみ S&P も下がっているそういったところはちょっと気にしなきゃいけないところかなというふうに思いますで日経新聞の中にはですねヨーロッパがちょっと弱いねということで金融引き締めによる景気懸念と いうことですね。 欧州中央銀行の金融引き締めによるグローバルの景気懸念がくすぶるということで何かあったかなというふうに思うと昨日の日本時間にですね ECB が利上げによる銀行の含み損の詳細を調査するなんていう方針を示したんですねシリコンバレーバンクの銀行の破綻をまた同じことを ECB ヨーロッパ内で起こしてはならぬという感じでしょうかここが少し意識されて上値が重たいのかななんていうふうに思いましたまた改めててヒートマップ見てみると

弱いですしこっちの S&P セクター別で見ると、公益事業が弱いですし、まあ、あと輸送なんかも弱いですよね。原油下げてましたからね。こちら S&P500 のヒートマップですね。気になるところはですね、この銀行のところですかね。昨日、ファースト・リパブリック・バンクですけども、大きく下げまして、でも今日またプラスで20%ぐらい下げてるというところですから、まあ、この辺はやっぱりいろんな不安につながるんだろうなというふうには思います。そしてもう1社、注目だったのが Google、アルファベットですよね。 アルファベットの決算も確認しておくと時間外では上昇していたんですね検索広告が予想を上回るということでした。 で、売上高は予想を上回った、1株益は予想を下回ったということだったんですけども、ここでは広告収入、検索収入、この辺が予想を上回っていた、しかも自社株買いもやっているということですね。ただ、ザラバ買いが続かず、前日比ではマイナスになっているということになります。で地高スパンが若干これ割れかけてるるというか、まあ、割れてるんですよね。なんで、ちょっとやっぱ警戒かなというふうに思いますし、これと同じように反応したっていうか、まあ、テスラですかね。この辺が ぐっグググググと下げてきまして雲割れてきたでこの時にもお伝えしましたがちょっとダブルトップみたいな動きになっちゃいましたからねここは警戒を持っておきましょうで同じようなまあ株価推移をたどっていてこの辺の動きなんかもねちょっと天井っぽくなりつつあるのでちょっと心配かなというふうに思ってますでまた改めて全体見てみますと気になるところでいくと原油ですよね3%を超える下落なので、まあ、こんな感じになってきた原油が下げるって何でしょうかまあ、そんなに増産減産とかそういう話が今日出てるわけ でではないんですけども減産以降、ぐぐぐっとこの辺で OPEC の減、ね、産みたいな感じでぐーっと上がってでこれ、インフレ懸念だーなんて言ってましたけども、まあ、そこと同じ水準まで戻ってきたやっぱ景気不安の方が強いのかなーなんていうふうに思いますねで、昨のの銀行不安からですねビットコインもねさっき上がってましたね5%を超える上昇、まあ、これは金融不安が出てくると逆に暗号資産の方が良いかもねーなんてことから上がってるっていうそんなニュースも目にしました。 まあ結構いろんな思惑がくすぶってるなというふうに思うんですが、結果的にはナスダック、プラスの0.5%前後で動いているわけですが、陰線をつけておりまして、これが一応サムネイルの画像なんですけどもね、ちょっと気になるなって思ってるのが、若干ダブルトップっぽい動きになっちゃってるなと。 でこの辺の高値も超えられてないなと、で地高スパン割るかもしれないなと、RSI50 割れてるなというところは、ちょっと危険信号、だいぶ重なっているような気がしておりますし、ほ、まあ、他の指数はもうちょっと下にいるので、そこが心配です。また一番心配しているのはラッセルですね、ラッセル2000は明確に地高スパンを改めて割り込んできまして、まあこの安値圏のレンジの中にいることは間違いないんですが、売りサインが重なって5つ,つ、安値更新が近づいているということになりますので、 ちょっと心配かもねというところはぜひぜひ押さえておいていただければと思いますでは今日の動画のまとめです米株まちまちマイクロソフト決算交換されて7%強の大幅高でも上値を抑えたものでいけば ECB 銀行の含み損調査を警戒ということで少し金融引き締め継続に関するそういう警戒度が高まったということですね気になるところでいくと地銀ファーストリパブリックバンク再び大幅安になっていたりとか公益事業が下げているというのはディフェンシブが下げている とというう感じなんんでですすかかねねねヘルスケアももそうです、ね、輸送は原油のの下落とちょっと連動ししてるのかもしれません、ね、ただそんな中では BTC、ビットコインが上昇しているというところも銀行不安、金融不安、まあ、こういったところがまだ残ってるあの証拠なのかなというふうに思いますし、テスラの下落が続いているっていうのもちょっと気になるところですね。でそこからナスタック、一応上昇しているんですが、 ダブルトップっぽい動きにもなってますし、下落続くラッセル2000小型株に関しましては、安値割れが近づいてきているということで、こちら先行性があるなんて言われますからね、あんまりやってほしくはないんですが、なんとか安値付近をレンジとして、ちょっと上昇転じてほしいなと思いますが、ちょっと慎重に見ていきたいという話でございました。では、指数の売買戦略、日足の一目均衡表プラス RSI を使って見ていきましょう。はい、まずは日経金株価です。日経金株価なんですが、まあ明確なダブルトップってわけではないんですけども、 ちょっとこう過熱感のある中で下落が始まってしまったかなっていうそんな感じになるのでちょっと警戒を持っておいた方がいいかなというふうに思いますこの辺ザラバ高値でね高値更新は続いていたんですが陰線が3本続いてでこの間に投落レシオが140を超えてそして下落がスタート米株もあまりいい流れではないちょっと下落が続きそうかなって感じがしますよねトピックス見ていきますこれも見方ほぼ一緒ですかね陰線続き上髭残している状態でちょっと過熱感もあっ で下がり始めたちょっとこうこの辺までこう続いていくようなイメージができますよね。で、この雲のねじれなんですが4月の28ということで今週末ね日銀の金融政策決定会合であるとか PCE デフレーターがあるとか日本企業も主力企業結構決算発表たくさんある中で雲がねじれて何らか動きに変化があるかもしれないここは警戒を持っておきましょう。まずーず見ていきます。マーザーズも心配ですね。これ雲明らかに割れてきた地高スパンも明らかに割れている。ただあくまでもこのレンジ そんな風に見ておきたいところではあるんですが、警戒心は持っておいた方がいいかな。安値割れはね、ちょっとぐっと下がる可能性もあるかなというふうに見れます。ニューヨークダウン見ていきます。今は4時時28分ままで時間が進みましたダブル という感じじゃないですけども、でも、ただ、明らかにこう高値超えられずに安値割れ、陰線、ボンボンと実体大きなもの続いていますので、ちょっとザラバの弱さ気になるところですね。あれさえも50を割れてきたという状況でございます。ナスタックに関しましてもあれさえ5 0割れであるとか、高値超えられない実体の大きい陰線が続いている。この辺はちょっと警戒が高まるポイントなのかなというふうに思います。ナスタックに関しましては完全にこれマイクロソフトが引き上げている っていう側面がね大きいとは思うんですが、あと30分でございます。まあ、ちょっとまた陰線で終わっ、っマイナスで終わんなきゃいいですけどもね、そこちょっと警戒を持っておきましょう。最後ラッセルです。ラッセルが1%弱ぐらいの下落率。明らかにやっぱりこのコースパン割れちょっと気になりますかね。で安値割れと RSI の30割れなんかが重なるとちょっとガクッと崩れる可能性もあるかなと思いますので、ここはちょっと警戒心を持って見ていきたいなというふうに思っております。はいということで。 今日はですね注目決算マイクロソフトの決算なんか流れ変わってほしいなぁなんていうふうに思っていたんですけどもねで予想以上に強い動きにはなったんですけどもね流れはあんま変わってないという感じでしたので振り返りして終わっていきたいと思いますまずアメリカ株が始まった後の日経新聞ではやはり高決算に対するニュースが大きいかなと思いますマイクロソフトやボーイングが買われているというニュースでマイクロソフトに関しましては利益も売上高も市場予想を上回ってますしやっぱりチャット GPT に関するオープンエア に関する期待なんかも強くただ、イだセ線をつけているということですね。何か上値を抑える要因はありましたかということで、日経新聞ドイツのね、引け子のものを見てみると、金融引き締めによる景気懸念というところで、ECB が利上げによる銀行の含み損の詳細を調査しますみたいな話もありました。そのほか、例えば公益輸送、ヘルスケア、こういったところは弱そうな感じがします。そして、ファースト・リパブリック・バンクも20%下げている。この辺もちょっと 気になるところです。またアルファベットも下げておりまして一応決算時間外では上がっていたんですけどもね売上予想を上回りひ壁かべ予想を下回る広告収入予想を上回ってあとは自社株買いもやっているそれでもマイナスちょっと弱いかなという感じがしますしチコスパン割れてるところもちょっと気になりますかねまあこういった流れがテスラではねズル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 下げてしまって雲割れてそしてダブルトップっぽい動きにもなっているということでございます他の動き大きなところでいくと 原油が下げている。これも気になるところですかね。減産して大きく上昇した。 それ以降、ものすごくこう下げてきたという形ですからね、ちょっと景気の先行き不安というのはあるのかななんていうふうに思いました。また、金融不安から逆にビットコインは上げてきたというところですね、ここも難しいところではありますが、ちょっと注目をしておきましょう。で、ナスダックがちょっとダブルトップの懸念があって、ラッセルには安値割れの懸念があるということですから、どちらかというと危険信号がともっているというふうに見ておいた方が無難かなというような、そんな話でございました。それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄ンすするマガジンです が毎週金曜日更新で分析記事をアップしております今週金曜日には次元という銘柄を分析してそしてアップロードしていきたいなという風に思っております月額1000円初月は無料になっておりますので概要欄の URL をぜひチェックしてみてくださいまた同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっておりますメンバーシップに関しましては月額1000円ではなく900円で行っておりますのでそして読める内容は全く同じですのでちょっとお得になっておりますどちらかだけを選択していただければ大丈夫でございますこちらも概要欄の URL をぜひチェックしてみてください ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新をしていきますので明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしております。ちょっと久々に 僕自身が登場しました。まあ全員が求めてるわけではないってことを分かってはいるんですけども、僕自身がちょっとね、顔出ししないとちょっと気持ちが引き締まらない部分もありまして、ちゃんとね、Wi-Fi 環境が整ったというのもあります。アップロードにどうしても時間がかかるので、遅い Wi-Fi だとね、っていうのがあったので、自分登場しないっていうのをやってたんですけども、ちょっと Wi-Fi 環境が整ったので、ちょっと自分登場してみようかななんていうふうに思いました。たまには登場させてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。また明日もよろしく お願いいたします。さよなら。